ノルウェージャンエスケープ、または、ノルウィージャンエスケープは、NCL が運行している、クルーズ客船。ブレイクアウェイプラス級の一番船として2015年10月22日、ドイツのマイヤーベルフトで竣工した。戦果は7億ユーロ。ノルウェージャンブレイクアウェイ級と比べて全長。幅の拡大はわずかだが、全部最上部。キャビンエリアの一層追加等。 総デッキ数は2デッキ分増加して、総トン数は165,157トンとなり、それまで NCL の最大戦であったノルウェージャンエピックを抜いて新たに NCL 最大戦となった。戦隊には、ジャマイカの海洋生物が加害ハーベイによるメカジキ、ウミガメ、エイトーのイラストが描かれている。11月9日にマイアミで行われた命名式にて歌手、 音楽プロデューサーのピットブルによって命名され、11月11日より、マヤミ発、バハマ三泊クルーズを行った後、東、カリブ海クルーズに就航した。また、同型の2番線が2017年、3番線が2018年、4番線が2019年に、就航予定で建造中である。2019年3月5日、アメリカ東海岸沖を航行していた際に、 ハリケーン並みの暴風に遭遇。船体が急激に傾いた際に乗客と乗員数人が負傷した。ノルウェージャンジョイコーチ進行にて、ありがとうございます。